よろしくないよカラス、邪魔しないで。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。さあ今回はなんか友達マークいっぱいあるんやけど、あ喧嘩だな。あハート1個ある。てか今回マークめっちゃ多いね。お、めいちゃん入るよ。もやもやもや、切ない。え待って、これ来たやん。え、これ来たやん。マジで。どう思いますか。黒影さん、え、3度目の結婚ですか。頑張れ。ってことはもう今回これが3度目の正直ということで、これ成功したら別れないように別れないように。遊園地行こう。その前に着替えた方がいいですかね。んー、このまんまでいいと思う。全然可愛いよ。プロポーズをするタイミングに自信がありません。ふんふんふん。黒影が私のことも考えている時に今だ。よしよし。と合図を。いや、つい最近ね、もう連続でプロポーズを成功させたところやけん、ちょっと私に任せて。それではプロポーズに行きます。ちょっと私に任せて、頑張るわ。私が一肌脱ぐね。よし来い。そうだね。黒影さんだいぶ身長低いね。そんな感じやったっけ。何、喉が渇いた。遊園地よし楽しいね。よし。そうだね。観覧車って荷物とか預けるんやっけ。別に普通に持って乗れるよね。飲み物とか持ってないんすか。あ、トイレに行きたい。なるほどね。あれか。水を飲みすぎて、トイレに行って、あーあーちょっと、聞こえなかった。なぜそのタイミングで。うん、なんでもない。よろしくないよ、カラス。邪魔しないで。黒影と一緒だからかな。言い直したね。さっきもこれ言おうとしとったやろ。ああ、ありがとう。いい感じよ。グッグ。あと2回やろ。アユナのことを考えなくていいから。どうした、あの二人に早く子供はできないのかと。違う、あ、さっき追ったとかかな、もしかして遊園地に。実は大切な話があるの。来た。何、来るよ来るよ来るよ。これグッグ。危ない、押し寄った、当たり寄った爪が、ま、あーやめてー。知ってるよ、さっき鳴き声も聞こえたし、ね、見たよ。それがどうしたの。やばい、怖いんやけど。あ、今行けたな、くそー。あ、降りる降りる降りる。私と結婚してください。来たー、よかったー。地上についてしまうところやった、やばい。ふー、ごめんね。本当ならね、頂上とかでプロポーズしたかったであろうところを、もう降りる直前ぐらいになってしまったけれど。おかげさまでプロポーズに成功しました。あれやんね、これプロポーズするときって観覧車だけは周りに人がおらんってことか。人おらん方がいいんやけど。はい、大人スプレーね。でも私はまだ子供なので結婚できません。大人スプレーを使えば大人になれるのですが、身長差が半端なくならん。いや、まあ使いますよ、結婚してほしいからね。では大人スプレーをかけてください。はい、それではよろしくお願いします。かけましょう。うわー、さらに身長が伸びてしまった。いいのか、その身長差。ありがとうございます。大人になれました。パチ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 。景色が変わったような気がします。まあね、身長が変わったからね。それでやばくない。結婚式も挙げてきます。やばくない。いや、今までの子結構相手小さかったんかな。やけんあれあんま気にならんかったけど、めいちゃん身長高いよ。まあでも最近こういうカップルも見かける気がするけどね、いっぱい。いや、おめでたい、よかった。一発目からプロポーズ成功したよ。おめでたい、おめでたいね。もはるちゃんが、ついに君たちも結婚したかっていう感慨深い感じで。黒影さん、今度こそ幸せになってね、ちゃんと。ちゃんと。
いちゃんと黒影の新婚旅行 in エジプト。はい、スタート。ルクソール神殿で、ルクソール神殿、はい、チーズ。エジプトってなんかめっちゃ暑そうじゃない？ピタロピラミッドです。はい、チーズ。新婚旅行はやっぱ外国がいいんかな、まあ、なかなか行けんやろうしね。なんか普段の旅行は、まあ、普段何でもない時の旅行とかは国内がいいけど、新婚旅行ぐらいはあれかな、海外かな。あ、楽しかった。あ、よかったよかった。はいはい。お宝、砂漠の砂をもらいました。ありがとう。夫婦ともどもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お、レベルアップ。はい、それじゃあ道具で、何がいいかな。テニスラケット、はい、どうぞ。道具、テニスラケットをプレゼントしました。ロヤリと遊んでると時間も忘れます。お、いいねいいね、そういう友達がいることは大事よ。はい、クリームシチューでもどうぞ。いただきます。うんうん、どうすか。マジであんま美味しくなかった。あんまり美味しくないものでお腹を満たしてしまった。お、家に帰ってったね。そしてなんかめっちゃ大量にあるこの友達マークたち、いや怒ってるわ。喧嘩じゃないとこはないですか。あ、キャラメルさん違うね。あ、もう独身に戻ったユニポンちゃんと一緒に、どうも。お久しぶりです。ユニポンちゃんになんか新しい男の子紹介してあげたりとか、そういう、あ、違うのね。なるほど。ふんふん、いいと思うよ全然。うんうんうん、ぜひぜひ友達になってつながってくださいまし。はい、それじゃあ道具で、フラダンス入門書。はい、どうぞ。道具、フラダンス入門書をプレゼントしました。まあね、なんか嫌なニュースとかいろいろあるもんね。はい、キムチでもどうぞ。やっぱハッピーなニュースが聞きたいよね、自分と関係なくっても。どうすか。え、なに？そんな？キムチそんな好きだった？まさかのやね。意外、なんか甘いものが好きなんかと思いよった。大好物、久々じゃない大好物、やったやった、いいダンスを見させてもらったよ。ほら、ご機嫌でフラダンス中。さあ、そしてはっちゃん入るよ。喧嘩はちょっと後回しということで。こんにちは。こんにちは、どうも。ユウサと友達になりたいです。いいねいいね、友達の輪広げてこ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか。ちなみにヨッシーさんと結婚はまだしないんすかね。しないんすかね。まあ、ちょっと一回別れそうになったりもしとったもんね。礼儀正しくいこう。ありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。いってらっしゃいまし。さあ、友達になれるかな。あ、もしかして髪飾り一緒？違う、あ、違うか、向こうクマか、クマと花かな。でもほら、髪飾りつけとる者同士ということで、どうかな。あー、ダメ、マジで。まだ様子見かな。まだ友達にはなれませんでした。まあ、これからいろいろお互い知ってったらね、友達になれるよ。喧嘩もしてないことは一度もありません。マジで私普通にあるんやけど、極戦でうるうると。はい、生ハムでもどうぞ。いただきます。はいはい、もはや極戦ってめっちゃ懐かしいよね。お、結構美味しかった。よかったよかった。私前生ハム食べた時にさ、めっちゃ味濃って思ったんやけど、
基本的に味が濃いものが好きやけどさ、めっちゃ塩辛かったんよね。あれは何かに巻いて食べるべきやと思う。ご飯かな。はい、それじゃあちょっと結婚じゃないわ、喧嘩を仲直りさせましょうか。わっ、おぉ、あずえつえけいゆうと喧嘩しました、うんうん、やっぱそこの二人ね。腹が立ちます。まあ落ち着いて落ち着いて仲直りしよう。このイライラを沈めてください。はい、それじゃあせんべいチョコレートパフェ、あ、とんかつを与えればよかったかな。はいはい、どうすか。まあまあ美味しかった。お、レベル上がったよ。レベル上がるぐらいなら別にもうめっちゃ満足ってことでいいんじゃないかな。いいんじゃないかなね。はい、 CD でもサンドバッグあった方が良かった。ここからのとんかつはきっとお腹には入らないんだろうなと思うので、フライパン、ブランコで風になろう。ちょっと天井からぶら下げてみます。うんうんうん、絶対こんなん自分でぶら下げたら落ちるよね。私絶対ちゃんとつけれん自信があるもん。ひゃっほーっていうほどまだやれてないよ。へい、私こういうさ揺れる系の遊具無理なんよね。私ブランコ普通に怖いんやけど、わかる？なんかめっちゃ怖くない？てか多分こういうね同じ場所を行ったり来たりする遊具がすごい苦手なんやと思うよね。あ、公園の地球儀とかあるやん、めっちゃ嫌いやもん。恐怖しかないもん、なんか。わーい、わーい、どう、風になれた？あ、今風になった気分です。風になれたんならよかったよ。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。はいはい、さあ仲直りできるかな。どやどや、この間はごめんなさい。許してあげてね。許しません。え、ちょっと待って、即答、即答、めっちゃ即答なんやけど、早くない？え、超早くない？ちょっとびっくりしたんやけど。ダメでした。許してあげてよ。ダメだったか。まあ、そういう日もあるよね。しょうがない。しょうがないよ、それは。あずちゃん的にはちょっと許せなかったんだ。はい、それじゃあちょっとみんなに募金を募りましょうか。お、一番乗りやん。あんなに落ち込んどったのに募金募ったら一番に走ってきてくれたよね。ありがたい。今日は 27,100 円集まりました。ほい、ありがとう。はい、そして今日も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので歌を聴いていきたいと思います。この時期にぴったりのね。はい、と今までにおったグループでアユナ&ガールズでひな祭りの歌です。いいね、良きだね、ひな祭り。これゆうずさんが送ってきてくれた歌やね。よんばなんだくさんにじ女の子のお祭りの日よ。チラシスクスクいっぱい食べてひな人形を飾ってさあみんな今おらんなどこを。いいね。いいね。ひな祭りってね、何かをしたような記憶がそんなないんよね。一応なんか紙でできたような、なんか中にお菓子が入っとるタイプのなんかひな人形、なんかめっちゃ簡易的なものを出したりとかはしとったことあったけど。はい、ミーニュース見てこう。2時になりました。ミーニュースをお伝えします。
はいはい、お願いします。ミクタンさん、お、ミクタン誕生日おめでたい、いいね、おめでたいこといっぱいあるの、いいね。お誕生日会の模様をお送りします。ハッピーバースデーツーユー、いいね、いいね、友達が集まってくれて。ハッピーバースデーツーユー、ハッピーバースデーディアミクタン、ハッピーバースデーツーユー、おめでとう、おめでとう、おめでとう。いつも思うけどさ、なんか横に置かれとるプレゼントめっちゃでかくない？みんなでなんかお金出し合って買ったってそういう感じかな。おめでとうございます。え、今日だった？いや、もちろん覚えてましたよ。ケイシさん友達なんかな、ミクタン。友達なかったらまあね、知らんのもしょうがないというか、島のみんなの誕生日とか絶対覚えれんやろしさしょうがないと思うんやけど。はい、それじゃあ今回はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、ってことはこれは、アスムトユニポンちゃんの家が建ってあった場所に家が建ったってことかな跡地に。うまく続いてくれることを祈ってね。